株式会社千葉ステーションビルは JR 東日本のグループ会社として商業施設ペリエをはじめとする駅ビル・駅中商業施設の運営・管理を主に行う企業です。2020年からはペリエステーションと称し、京葉線の4つの駅の業務を受託、駅と商業施設を一体で運営しています。まあ、大きな、節目と感じられるのが、まあ、駅と駅ビルを建て替えると、まあ、こういった JR 東日本と一緒に進めた、まあ、大事業がある意味では、まあ、開発プロジェクトとも言えるんですけれども、かなりその時期に、まあ、多くの社員が入社をしていただいていて、新しい事業へですね、幅を広げる、まあ、そういったことからすれば、まあ、それぞれのやはり、事業領域も大きく広がるっていうわけですから、個々の社員の能力に加えて、ですから、まあ、チーム力みたいなものが、その事業領域を拡大する上ではですね、まあ、必要になってきたということで、まあ、今順次、進めていると。正社員としますと、まあ、女性が 54%、まあ、男性が、まあ46% ということで、まあ、正社員に占める割合とすると、まあ、女性の方が多いと。JR グループの会社ですので、ほぼほぼ男性がですね、占めていた過去には会社ですが、やはり徐々にやっぱ女性の活躍の場を広めていく中で、女性の比率が多くなってきたのかなと思いますね。株式会社千葉ステーションビルでは、従来男性社員のみで構成していた施設管理部門や、女性が少なかったシステム部門の担当者、開発部門のプロジェクトメンバーに女性を配置するなど、女性の職域拡大に積極的です。まだ、勉強中ってところもあるんですけど、やっぱり第一にお客様と、あとテナントスタッフの、安心安全はとても大事なものなので、それを日々、意識しながらやっております。で、皆さん結構こう温かい雰囲気で業務一緒にこう行ってくれるので、そこに助けられながら日々、業務を行っております。時短勤務をしながら、おっしゃっていただいたようなテレワークも活用しながら、なるべくそうですね、自分の仕事に穴を開けないようにするのが、やはり一番大変なところでして、やはりまだ子どもも小さくて突発的な休みになってしまうところもあるんですけれども、働く場所だったり、働く時間をフレキシブルに対応させていただけるというところでは、非常にありがたいなと思ってます。配偶者の出産に伴う5日間の休暇制度や、年1回3日間連続で取得できるリフレッシュ休暇などの制度整備のほか、年次有給休暇取得やテレワーク実施について目標を設定して促進するなど、両立支援の取り組みに積極的です。結論から言うと、やっぱり2ヶ月、計2ヶ月ほど取ったんですけれども、取ってよかったと感じております。それは子ども1人目の子どもも妻も同じ思いでして、やはり産後は家事も含めて育児も自由に動けないというところが妻もございまして、ちょっと両親にも頼れない環境というのがありましたので、私が休みをいただいたことによって、子どもの1人目のこの子育ても含めて、家事も含めて一緒に乗り越えられた2ヶ月間だったなというのは今感じております。事業領域拡大に合わせて新たな組織作りをしているんですが、そういったところに初めて女性社員に担当してもらうということが出てきているんですけれども、業務がよりスムーズに推進できているのではないかという事例が出てきている。そういったところを今後もですね、さらにその商業というだけではなくてですね、その駅および駅周辺のですね、こう魅力を高めていくと。でそれを進める上では、まさにその少数制の中で言えば男女共同参画と、こういうことにしかないんじゃないかなと。以上、先進的な取り組みおよびその実績が高く評価され、知事賞を受賞した株式会社千葉ステーションビルの取り組み事例をご紹介させていただきました。